照明に火が灯りましたナイトゲームの横浜スタジアムです。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日はエースが登板です。エースとして求められるピッチングというのはどんなものなんですか？相手打線をとにかくもう牛耳るということで、相手のピッチャーよりも先にマウンドを降りないことですかね。ではそのあたり注目していきましょう。まずはベイスターズのエース三浦が横浜スタジアムのマウンドに上がります。今日は相手打線どのように抑え込んでいくんでしょうか。1回の表、ジャイアンツの攻撃、坂本が入ります。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。引っ張った、サードゴロ、ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている亀井。2試合当たりが出ていません。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初戦大事なまずマウンドはもちろんエースに託しています。打ちました、山崎、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。3番バッター長野、2試合当たりが出ていません。2アウトランナーありません。この回の三浦、4球で2アウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。空振りを取ります。3アウトチェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。1回の裏ベイスターズの攻撃です。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の宇都宮。さあベイスターズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは梶谷、前回のゲームではマルチ安打を記録しています。さあジャイアンツもエースが登板ということになります。さあそのエースをベイスターズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。内へ低めの変化球、ノーボールツーストライクです。ボールになります。
目への変化球は決まりません。3ボール2ストライク。打ちました。これはどうか。セカンドの左抜ける。どこか痛めたか。痛そうにしています。ちょっと心配ですね。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。バッターは2番に入っている山崎。前回のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。大きな変化球。ランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。打ちました。センターが取りました。ワンアウトランナー二塁になりました。ここでクリーンアップに回ります。前回のゲームはバットでチームに貢献しています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。さあ西さん、初回から先制のチャンスを迎えました。まあこういう場面でね、確実に点を取っておきたいですよね。相手エースを打って先制を決めたい。スライダーは見送ってボール。ボール先行です。ストレートはわずかに外れました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。高いバウンド村田。一塁送球アウト。2アウト。2アウトランナー二塁となりました。この場面で迎えるバッターは4番筒香。前回のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。2アウトになっています。西さん、2アウトながら初回から先制のチャンスを迎えました。まあ、確実に行きたいところですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。スライダー決まっています。ノーボールツーストライク。このチャンスは空振りの三振。スリーアウトチェンジ。チャンスの場面だったんですが、最後は空振り三振に倒れました。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを潰しました。2回になります。ジャイアンツの攻撃。バッターボックスは4番阿部。前回のゲームではヒットを放っています。さて今日はエース同士の投げ合いということになりました。ベイスターズの先発は三浦。ベイスターズ痛い一発を浴びています。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。には5番村田。前回のゲームではホームランを含む猛打賞を記録しています。
ベイスターズ先制点を許す形となっています。小宮山さん、先制されてしまったわけですが、まあここからですよね。この後は持ち直したいですけどね。そうですよね。アウト、ワンアウト。バッターボックスは6番セペダ。ワンアウト、ランナーありません。初球空振りです。大きく外れました。内への変化球は決まりません。アウトコース空振りです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。外れた。スリーボールツーストライクです。変化球空振り。バッターは7番に入っているロペス。前回のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウト、ランナーありません。初球ストライク。落ちる球見逃してストライクです。あっという間にツーストライクです。空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。しかしこの回ジャイアンツ先手を取るソロホームランが出ました。1対0、ジャイアンツ先制です。2回裏に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃。5番バッター後藤、前回のゲームでは見事なバッティングでチームに貢献しています。ベイスターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスバルディニス、前回のゲームはマルチアンダーを記録しています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコース打ちました。ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている石川。ツーアウト、ランナーありません。この回のベイスターズ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあこのような状況であればね、もう少し慎重に行きたかったですよね。インサイド、変化球外れます。
ボールを操ってきます。ワンボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終了1対0、ジャイアンツが1点をリードしています。3回に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは守備交代から起用されている寺内。小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたが、いかがですか？いや、もうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。いいところへ決まります。ノーボールツーストライクです。落ちる球を持ってきました。打ちました。ファウルになります。打ちました。三浦が抑えています。ワンアウト。バッターは宇都宮。まずはワンアウトを取っています。初球わずかに外れてボール。低めのボール入りました。見送っています。低め振ってくれればというようなボールでしたが、見送っています。内へのボール球、空振りです。ツーボールツーストライクです。変化球、空振り。打順は1番に返ります。バッター坂本。さあ、そして坂本、ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。アウトコース見送っています。変化球、タイミング合いません。落ちるボールはこれは外れています。変化球、タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。
どいコースに送っています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。ここでフォアボールを与えました。ツーアウトからランナーを出してしまいました。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。フォアボールのランナーが出ています。打ちました。セカンド取る。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。1対0ジャイアンツが1点をリードしています。これから3回の裏、追いかけるベイスターズの攻撃。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている黒羽。2試合当たりが出ていません。西さん、先制されてしまったわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。打ちました。一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターは三浦。まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。決めました。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ツーアウトになっています。打順はトップに帰って梶谷。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球大きな変化球、この球は落としましたが決まりません。3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって1対0、1点リードはジャイアンツです。回は4回の表、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは長野。小宮山さん、さあこの回のピッチングどうなるんでしょうか。どうでしょう、あまり良くないように見えるんですよね。そうですね。まあとにかく初球打ち、センターへ打球伸びる、センター掴んでワンアウト。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、切れました、ファウルボール。ボールになります。
空振り、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。中への変化球外れました。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。三振です。バッターボックスには5番村田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。高めギリギリです。あっという間にツーストライクです。大きく外れました。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。1対0、1点リードはジャイアンツです。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。2番バッター山崎、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。西さん、早く点を返していきたい場面だと思うんですが、点を取るのなかなか大変な相手ですよね。まあそうですね、相手ピッチャーがいいですから、出塁してチャンスを作るのも難しいですね。まあただ打たないと始まりませんから、積極性を失わないようにすることは大切ですね。そうですね、まずは1点という、そんな戦いです。変化球タイミング合いません。打った、レフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。さあクリーンナップ3番です。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを二塁に置いています。西さん、ランナーを返せるのか。インサイド打った、ショートの右、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。この場面で迎えるバッターは4番筒香。1点差を追うベイスターズです。西さん、ここは打っていくしかないですね。まあ、犠牲フライでもいいですからね。まあ、なんとか得点したいですね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。膝元への変化球、思わずバットが出ました。右に切れてファウル。変化球打った、セカンドの右、取った、一塁アウト、ランナーは変わらず三塁。打順は5番に回ってきます。ツーアウトになっています。西さん、同点のチャンスに打順が回ってきました。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。
そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。これは見送ってボール。思わずバットが出たような形です。ワンボールツーストライクです。この球は外れました。いい当たりだ。抜けた。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰ってきました。ベイスターズ同点。1対1振り出しに戻りました。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。試合は振り出しに戻りました。6番バッターバルディリス。ベイスターズこの回同点に成功。攻撃は続いています。西さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね、うまいことつなげましたからね。ここは何としても点を取りたいですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ストライクになります。切れていきます。ファウル。引っ張った。取りました。二塁送球。セカンドフォースアウト。スリーアウトになりました。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。4回終了1対1ベイスターズ同点に追いつきました。5回の表にゲームが進んでいきます。ジャイアンツの攻撃。バッターボックスは6番セペダ。小宮山さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか？そうですね、一球ごと打者の反応をしっかり観察して、どのボール、どのコースを狙っているか理解しなければいけませんね。そのあたりの配球にも注目していきましょう。ボールになります。インコースボール。インコース打ちました。いい当たり。高く上がった。これはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。打順は下位打線に入っていきます。バッターはロペス。ヒットでランナーを二塁に置いています。さあこのピンチどう切り抜けていくんでしょうか。まあそうですね、この後ですよね、肝心なのは。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。あっとインコース。逃げていく変化球、手を出してしまいました。
ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。落ちる球を見極めました。アウトを取りました。ご覧いただきましょう。空振り三振を奪いました。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の寺内。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。このコースへ投げ込みました。外、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。ここは投げ勝ちました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ここで打順はピッチャーに回ります。ツーアウトランナー二塁です。さあここでリードを許すわけにはいきません。そうですね、ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。これは見送ってボール。いい角度で落ちてきました。ストライクです。センター前ヒット。ベイスターズさらにピンチになりました。まあ、ピッチャー相手だったんでここは確実に仕留めておきたかったんですけどね。さあ打順は1番に帰ります。バッター坂本、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナー三塁一塁と変わります。今日の先発ピッチャーはベイスターズがエースの三浦、そしてジャイアンツが宇都宮、以上両エースの投げ合いとなっています。落ちるボールです。切れ込む変化球、窮屈なスイングで空振りです。ワンボールツーストライクです。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。空振り三振を奪いました。勝ち越しのチャンスがあったジャイアンツですがそのチャンスを潰しました。1対1同点です。これから5回の裏、7番から始まるベイスターズの攻撃、石川が入ります。石さん、10番に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。まあとにかくね、ミスをしないということですよね。ミスをした方が負ける、それもよく言われるところです。
ファウルになります。低めは外れました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス黒羽、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。大きな変化球持ってきました。変化球外れました。打ちました。アウト、ツーアウト。バッターは今日の先発ピッチャー三浦。ツーアウトランナーありません。大きく変化しました。インコースバットが回ります。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回ベイスターズ三者凡退です。5回終わって1対1同点です。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の攻撃、ノーアウトランナーなしからこの回の先頭バッター阿部、初球から狙っていました。ジャイアンツ一振りで先制。追いつくチャンスを迎えて、迎えるは5番後藤。追い込まれてからのタイムリー、ベイスターズここで追いつきました。5回の表チャンスの場面、今日は腕が振れています。また三振、勝ち越すことができません。配球表をご覧いただいています。今日はストレートよりも変化球が多くなっています。横浜スタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ジャイアンツの攻撃、2番バッター亀井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。初球ボール、この球は見ます。ボール先行です。インコース、これは外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。
変化球タイミング合いません。フルカウントになっています。外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウトから勝ち越しのランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。フォアボールのランナーが出ています。さて、このところのジャイアンツですが、ここまで2連勝。非常にブレーキが効いたボールです。変化球入りません。落とすボールで空振りを取りました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。これはどうだ。ピッチャーが取る。セカンド送球、セカンドフォースアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。打順は4番阿部。ゲッツー崩れでランナーは残っています。高めのボール、右中間に上がった。センターが取りました。2アウトです。2アウトランナー一塁と変わります。5番バッター村田。2アウトになっています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。落としました。外れます。インサイド落ちました。センターに抜ける。これで3試合連続安打。ツーアウト二塁一塁。まあいいコースには行ってるんですけどね。迎えるバッターは6番セペダ。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。初球打ち、これはどうか。掴んで3アウト。勝ち越しは許しませんでした。先ほどのプレーです。勝ち越しのチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを潰しました。1対1同点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。バッターは梶谷。今日は盗塁を1つ成功させています。ベイスターズ同点で迎える6回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですよね。高めいっぱいに決まります。外れました。
変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスは2番山崎。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。ボールになります。変化球タイミング合いません。大きく外れました。この球は外れています。タイミングややずれています。フルカウントです。引っ張った、抜けました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒットを放っています。ここからクリーンアップへと入っていきます。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを二塁に置いています。さあ西さん、勝ち越しの場面で打順が回ってきました。このチャンスね、しっかりものにしたいですよ。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。左に切れてファウル、低め打った、ファーストの左掴んだ、一塁へ、一塁アウト。これは進塁打になりました。そしてバッターボックスは4番筒香。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナー三塁です。西さん、ここは勝ち越したいですよね。まあここはね、試合の流れを左右しますからね、大事な場面ですよ。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。低めの変化球でカウントを稼ぎます。アウトコース、これは見送ってボールです。これで3ボール。ここも見送って、よく選びました。フォアボールです。ツーアウトながら一塁三塁となります。まあとにかくね、ランナーを貯めることですからね、まあ自分の役目をよく分かってますよね。これは大きなランナーになります。5番に回ります。バッター後藤、先ほどの打席で同点タイムリーを放っています。初球から思い切って振ってきました後藤。思わずバットが出たような形です。すぐに追い込みました。
これは見送ってボールです。手が出ません、三振。攻め切ることができませんでした。チャンスの場面だったんですが、最後は見逃し三振に倒れました。ベイスターズ2者残塁です。ため息に包まれた横浜スタジアム、6回終わって1対1同点です。7回の表、7番から始まるジャイアンツの攻撃、ロペスが入ります。小宮山さん、ここまでお互いにエースとして役割を十分果たしていると言っていいんじゃないでしょうか。そうですね、もう本当に痺れるような対戦になってますんでね。本当にそうですよね。この後どこで試合が動くんでしょうか。引っ張った、この当たりはどうか、ヒットになった。これが今シーズンの初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。打席には1番バッター寺内。ヒットでランナーを一塁に置いています。強い当たり、レフト前へ抜けていく。二塁はセーフ、レフト前ヒット。これが今日の初ヒット。ここはうまく引っ張られてしまいました。ここで打順はピッチャーに回りました。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ランナー二塁一塁、しかもノーアウトです。小宮山さん、ここはどうしても勝ち越されるわけにはいきませんよね。まあそうですね、勝負を焦らずに様子を見てもらいたいですね。そうですね。さあここはエースの意地を見せてほしい。送りバントだ、ファールボールです。ここもバントの構えです。ここはボール球、バントの構えは見せています。しました、あっと上げてしまった、取ってアウト、送ることはできません。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ打順はトップに帰って坂本。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。初球打った、ぐんぐん伸びる、レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ勝ち越し、2対1になりました。ベイスターズなおも三塁二塁のピンチ。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。この終盤でリードを奪われます。さあここでジャイアンツダイソーを送ります。鈴木がサードランナーに入ります。バッターボックス亀井、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ベイスターズこの回勝ち越しを許しています。小宮山さん、ここでの追加ライト線へ持っていった、大きいぞ、深いところフェアになった、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ジャイアンツ追加点、4対1、ベイスターズなおもピンチが続きます。厳しいコースだったんですがタイムリー、得点を許しています。終盤で大きな追加点を奪われました。バッターボックス
スは3番長野。ベイスターズこの回追加点を許しています。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。ちょっとこれ以上は離されないようにしたいですね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。低め絶妙のコースに決めてきます。ストライクを先行させていきます。追い込みました。ここは見送ります。しっかり捉えた。この当たりはどうか。落ちた。ヒットになる。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ジャイアンツ追加点5対1。ベイスターズなおもピンチが続きます。ここはうまく打ち返されました。得点を許しています。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点になるかもしれません。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。ベイスターズここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは加賀。ベイスターズのピッチャーは加賀ナモスイクスピー。バッターボックスは4番阿部。さあマウンドに上がったのは加賀。今シーズン3試合目の登板です。さあ小宮山さん、打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。6対1になりました。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは5番村田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球は変化球から入りました。引っ張った。バルディリス素晴らしい反応を見せた。アウト。ファインプレー。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。6対1ジャイアンツが勝ち越しに成功しています。7回の裏、ジャイアンツに選手の交代がありました。DeNA ベイスターズ、ラッキーセブンの攻撃になります。バッターボックス、バルディリス。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。西さん、まだ3回ありますので1点でも多く返しておきたいところですよね。いや、もちろんですね。この辺でね、弱気になったらいけないですよ。最後まで諦めたらいけないです。踏ん張りに期待しましょう。低めの変化球は外れました。ボール先行です。際どいところ、これはボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。
まあこれよく見ましたよ。よく選んできました。フォアボールで一塁に歩きます。フォアボールのランナーが出ています。大きな変化球持ってきました。インコース決めました。ノーボールツーストライク。インコース変化球決まりません。外、これは外れていきます。インコースこれは入りません。スリーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。打順は8番黒羽。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナー一塁です。ボールになります。低め、代打を送ります。バッターボックスには代打の田村。西さん、ここは確実に行きたいですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね。さあ、まずはランナーを返すことに集中したいところ。一塁送球、ツーアウトになりました。その間にサードランナーホームイン、1点返しました。 DeNA ベイスターズ6対2になりました。ベイスターズなおもチャンスです。打順は1番に帰ります。バッター梶谷、今日は盗塁を決めています。ベイスターズゴロの間にランナー帰っています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。いや、たまにね力がなくなってきましたね。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。掴んで3アウトです。リプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。7回終わって6対2、ベイスターズが得点しました。さあ、交代を告げられリリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。これから8回ジャイアンツの攻撃です。一方ベイスターズはこの回からピッチャーが変わります。大原がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターは守備交代から起用されている片岡。
さあマウンドを任されたのは大原、今シーズン2試合目の登板です。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。これは手が出ないか。ノーボール2ストライクです。放っています。まずは先頭バッターを打ち取っています。緩いボール決まっています。外れました。アウトコース打ちました。一塁送球アウト、ツーアウト。今日は守備で交代してそのまま出場している橋本。ツーアウトランナーありません。初球ボール。チェンジアップ空振りです。これはどうだ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。6対2ジャイアンツがリードしています。8回の裏に入りました。追いかけるベイスターズの攻撃、打順は2番山崎。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ベイスターズビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあ、やっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。打ちました。一塁送球アウト、ワンアウトです。今ブルペンに電話しています。ブルペンの様子を確認しています。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の田原。バッターボックスグリエル、今日はまだ当たりがありません。さあマウンドに上がったのは田原、今シーズン初登板です。初球空振りです。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライク。見逃して三振になります。ツーアウトになりました。バッターボックスには5番筒香、前の打席ではフォアボールを選んでいます。
2アウトランナーありません。初球空振りです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。アウトコース打ちました。ショートうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって6対2、ジャイアンツがリードしています。9回の表、ジャイアンツ、この回はピッチャーからの打順となります。田原が入ります。小宮山さん、巻き返しを図るためにもここはぜひ無失点での投球が要求されますよね。いや、これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな、確かに気迫のこもったピッチング、期待かかりますね。内へ食い込む変化球、ストライクです。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、まず1つアウトを取りました。打順はトップに帰って坂本、先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒットを放っています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球時、この当たりはどうか、レフト掴んで2アウト。バッターボックスには2番亀井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。2アウトになっています。大きな打球になった、ライトバック入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。7対2、痛い一発を浴びました。その際一気に5点と突き放されました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。最終回非常に苦しい展開となってしまいました。3番長野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。初球簡単にストライクを取ります。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。ボールになります。ライダー外れます。大きく外れました。スリーボールツーストライクです。打ちました。切りました。ファールボールです。
打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。4番バッター阿部、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。引っ張った。梶谷が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツソロホームランで追加点を挙げています。7対2、ジャイアンツのリード広がっています。 DeNA ベイスターズ最後の攻撃になります。バッターボックス後藤、西さん、非常に厳しい状況だと思うんですが、逆転できる可能性が出てくるとすればどういったプレーが必要ですか？まあ、とにかく、ね、あの起点となる、ね、大きなプレーチャンスを作るというところが、非常に重要だと思いますね。そうですよね。そんな起爆剤になるようなプレーに期待したいですよね。高めの球ストライク、ノーボールツーストライク。際どいコース外れました。打ちました。これはどうか、よく取った。アウト。ファインプレー。西さん、今のプレーいかがですか？バッターは悔しいでしょうね。バッターは6番バルディリス。前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。ボールになります。代打を送ります。バッターボックスには代打の白坂。西さん、この辺りで追いつきたいですよね。チャンスですからね、なんとかつなげたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。スライダー決まってストライク、あっという間にツーストライクです。見逃して三振です。ツーアウトになっています。ビハインドではありますが、つないで流れを変えたい場面。ここでベイスターズ代打を送ります。バッターボックスには代打の金城。2アウトランナー1塁です。最初は変化球できました。空振りになります。ボール決まりました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。引っ張った。ファースト弾く、自分で拾って、これでスリーアウト。試合終了になりました。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。
まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。まあなるほどね、それは逆に考えるわけですね。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。